従順従順さりげなくマロの足踏まれてるよね。え、マロちゃん、いいの？足踏まれてるけど。あんま気にしてないな。あ、マロちゃんが足抜いた。ちょっ変ではない。めっちゃ嫌われてる。まるちゃん、嫌だったの？あんなでかいの嫌だわってことか。でかいのが移動しとる。本当人の寝床を奪った形になったけど、まるちゃん戻ったら、うん、開いたよ。一人ならこっちでいいやってなるのか。ちょしや君すごい嫌われてるね。さっきの本当にただ寝返り打っただけでしょ。寝返り、なんかやった？寝返りっていうか、かまってってやつじゃない。君は本当に…ねえ、ちょうしゃん！ちょうしゃん！まあ本人は悪気ねえんだろうけど。前科がありすぎるんだろうね。というわけで、マロちゃんは定位置に戻ってきた。で、高みの見物かましてるハムちゃん。なんかここは絶対に邪魔されないよね。狭いからじゃない。ここはセーフゾーンなんだよね、チロの。で、ハムちゃんはそれ分かってるから、ここにいる。完全にハムちゃんの定位置になっちゃった。毎回クッションに移動したのにね。どこ？こっちの。あ、こっちいる時とそこいる時とここいる時と。うん、チロがうざそうな時こっち来るのかな。ね、ハムちゃん、そんなもはや薬剤みたいな扱いを受けてますけど。のんきにね、寝てらっしゃいますけど。チロ、もう1ミリも返事もせよ。お腹ぐらい動くかなと思ったけど。そしてマロビッキーはもはや完全に毛づくろいモード。かわいいよ。まあ、マロちゃんは多少なんかされてもあんまり定位置ってないよね。どこでも行くじゃん。
好きなとこで寝てるからさ。あ、でも最近ここ多いね、まろちゃん。多いね、増えたね。ね、まろちゃん。ね、まろちゃん。カーペットも定位置だけど、ここも定位置だし。逆に読むとマロがあんまり PC ラック来ないんだね、読むとね。そう、うん、PC ラック人気場所だからさ。昨日の夜いなかった？おったっけ？なんか他の猫はよくいるからあんまり。あ、そっか、おるね、結構ね。ほら、ごめん。空いてる時に。空いてる時に来るわ。で、チロが来てうざいから去るわ。だからほんと、マロちゃんどこにでもおるイメージ。キャットタワーの上におったりもるし。さっきはなんかやり合いはせんかったね、喧嘩は。マロちゃんブチ切れて殴るときとブチ切れてもうええわって去るときとどっちかだよね。なんか負けて去るんじゃなくて、あ、うざって感じで去る。これママ見てんの？いや、いや、こっち見てる。マロちゃん、マロちゃんは顔のバランスがいいよね。美猫。なんか耳の位置とか形とか顔の形とか整っとる、うん、なんか作り物みたいに整ってるよね。猫らしい顔しとるね。でもあれちょ、実は問題じゃなきゃね。タイガーだから。タイガー起きてる。問題児。そう、私が問題児ですって。ね、著者。おい。返事しないどころかそっぽ向いてる。自分で嫌われる行動しておきながら。キロー。ああ、本当に1ミリも反応ないわ。